宮崎公立大学は宮崎県宮崎市千津海一丁目一の二日本部を奥日本の公立大学である。1993年に設置された大学の略称は無。1993年4月に宮崎県内7市長が設立した宮崎公立大学事務組合によって宮崎大学教育学部の跡地に開学した。2013年現在では 宮崎市が単独で運営する公立大学法人によって設置されている。日本では数少ないリベラルアーツ教育を行っている大学の一つである。国内大学海外の大学海外協定校、中国、韓国、ニュージーランド、カナダ、イギリス、アメリカ、合衆国2004年、2008年に教授によるセクハラ裁判が発生し、宮崎地裁がセクハラを認めていると報道された。 2012年には4件目の事例が発覚し、中別府学長が隕石辞任に追い込まれた。しかし、2008年の事件に関しては、その後、男性教授がセクハラ虚偽公表で苦痛訴訟を起こし、2012年11月2日に和解している。内容は、裁判所から処分は正当と認められ、セクハラも認定されたと公表したことについて、 裁判所がセクハラと認定した事実はなく、公表内容は同大学の論評であったということを双方が確認。また、来年度から男性教授が7講義を開講し、同大学が受講生を募集することなども決めたというもの。朝日新聞宮崎版では、セクハラ認定内教授と公立大が、和解損害賠償訴訟の見出しで掲載されている。 2009年7月、50代後半の教授が1年生の女子学生にメールアドレスを教え、毎日顔見せてほしいとメールを送りつけたり、弁当を作ってほしいと話しかけられたりし、研究室で二人きりになると教授が手や太ももを触るといったセクハラが発生し、同年10月に女子学生が学校側に通報。この学生以外にもセクハラによる被害者が一人いたが、 学校側は同年12月に対策として男性教授に口頭で厳重注意したのみだった。ただし学生は処分は望まないとしている。学生は防止対策が不十分だとして調査会設置を求めたが学生は当初行為の停止を求め外部に公表しないでほしいと言っていたと大学側が述べ理事長の判断で調査会を開かなかったが 報道後の2010年3月15日に調査委員会の設置へと方針転換同年8月に調査が終了し12月に教授から準教授への降格処分がなされた2009年7月のセクハラ事件は2015年12月15日付で最高裁がセクハラを不認定教員処分無効の判決を下した宮崎公立大の準教授の男性が 女子学生へのセクハラを理由に受けた定職と降格処分の無効と損害賠償を求めた訴訟は、いずれの処分も無効とし、減給分の給与などの支払いを大学に命じたしん福岡高裁宮崎支部判決が17日までに確定した。最高裁第三小法廷が15日付で大学の上告を退ける決定をした。ありがとうございます。